おっとそういえば裏で <laughs>、マスターに言ってる男がいたような、いなかったような気がなしたね。おっと、誰かに対して、ちょっと嫌味みたいなことを言ってしまったのかもしれない。婉曲表現で誰かに刺さったのかもしれない。<laughs> でも、僕、昨日だから、えっ、ー、と、久しぶりに、その、コウスケの配信見たら、タイトル、なんか、見たことあんな、コーヒー一杯分の、 放送みたいな書いてあってさ朝放送コーヒー1杯分の放送ってタイトルあれなんかどっかで見たことあんの <laughs> あれどっかでこの放送タイトル僕見たことあんなあれ,あれあれあれってそれ思ったそれ思ったみんなやっぱり俺こっちどっかで見たことあんなあ,あれあれあれ <laughs> ええそれだけちょっと思ってすぐ閉じたわ <laughs> エアコン持ってくるならちょっと待ってエアコンのスイッチ持ってくる 寒いんだよな、僕んち。朝。<laughs> だって開いたらいつも視聴者相手に喧嘩売ってんだもん、あの人。<laughs> な、なんであんなに視聴者と喧嘩してんだ、いつも。いつも喧嘩してない、あの人。雑談放送で。なんか、視聴者に説教してるところが多いんだけど、シーンとして。 喧嘩してるよね <laughs> もっと優しい世界になんなきゃダメっしょアって言ってるよねやっぱ優しい世界じゃダメっしょアウトって言ってるよねお前のそのコメントがどれだけ人を傷つけてから分かってくれしゃいーってそういう感じで言ってる。<laughs> ああ、すまん、康介苦手で配信見てない。いやー、そういう人もいるかもしれないな。まあ、やっぱりその、<laughs> 好き好きがあるから <laughs>。好き好きがありますからね、うん <laughs> え。でもずーっと言ってた。世の中、世の中に、そうやっぱそお、お前みたいにそうやって、誰かにと思わず噛みつき奴つがいるから、世の中不幸になってくんでしょって。 うるせえ <laughs>、うん。みんなちょっとだけ、みんなちょっとだけ優しくやろみんなちょっとだけ優しくやろえ、一回ちょっと落ち着こう、コメント落ち着こう。みんな優しくやろう。本当まあ、そうやってやってると、みんな。どんどんこう、世の中悪くなっていく。優しく、優しく、優しいのろう。誰も聞いてね。<laughs> コメント欄 <laughs>。結構いいことずっと言ってる、誰もコメント聞いてね。 まあ、かわいそうなん、まあ、言ってることは正当、正論なんだよね。まあ、確かにその通りなんだよ。うん。そんな、こうに対してそんな厳しいことを言っても何にも世の中良くならない。その通りだと思う。でもなんかね、誰も聞いてないんだよね。切なる、こうという青年のトロ、心の叫び声は、誰の耳にも入ってないんだよな。<laughs> 何なんなんだよ、マジ <laughs> 聞いたってくれよ。